かれちゃんです。あゆかママです。今日もあゆか塾の塾生のセッションの振り返り動画を撮っていきたいと思います。今日のテーマはですね、無意識を、とにかく無意識で過ごさないということを決めるということですね。無意識で過ごす危険性と、あとその場しのぎで過ごす危険性っていうことですかね。そこについてお話ししたいなというふうに思います。まあ、今回のこの塾生は非常に柔軟球が多い、柔軟球のスクエア、 T スクエアを持っている方なんですが、まあ、柔軟球の一番の悪い点ですねは、その場しのぎであるということなんですよ。なんかこう活動球の方がその場しのぎに思えるかもしれないんだけど、活動球の場合は自分の意思でその場しのぎなんですね。 あれやりたい、これやりたい、やる、やめたみたいな。だから自己完結しているので、ある種他人を巻き込むことはあっても巻き込まれることはあまりないんですね。でも柔軟球の場合は逆で、相手に巻き込まれて、これやってくれないって頼まれて、別にやりたくもないんだけど、まあでもやらないとこの場が収まらないし、じゃあいいですよってとりあえず引き受ける。でもそこに何だろう、自分の意図もないし、意思もないから、なんとなくやる。でなんとなくやるからうまくいかない。でうまくいかないから周りの人に文句を言われたり怒られたりする。でも自分の意図でやってないから、なんで怒られなきゃいけないの、なんで私が文句言われなきゃいけないの、やってあげてるのにっていうことで、そこに関しても完結しないということで、ぐるぐる回っていく。で結局出口が見えない、結果が見えない、フィードバックが受け取れないっていう風になりやすいんですね。ですから、まあ、今回のこの塾生の方はそれをもう長い間抱えてしまっていて、まず問題点としては断れないということです。いろんなことを断れないということで、いろんな不具合が起きているということです。もう一つは、何かをやるときにその文句を言われたり、なんだろう、こう反論されたりとかっていう映像が蘇ってしまって怖くなるっていう感覚ですね。これは皆さんあると思うんですけれども、例えば、人前に立って真っ白になって何も出てこなくなった経験があるみたいな方は、私も昔演劇やってたんですけど、パッとセリフが消えちゃってもう冷や汗ダラダラになってしまった経験とかあると、舞台に立つのが怖くなるとかっていうことだったりとか、まあ高所恐怖症であれば、高いところで一回怖い思いをしたら二度と登れなくなってしまうとか、そのスイッチが入るっていうことが一回体に染み込まれてしまうと、またそのことを思い出すだけでも汗が出てくるとか、その状況をこうフラッシュバックしてしまうみたいな感じですね。これはもう、プログラミングの中で起きてしまってるので、このプログラムを変えない限り、このトラウマというものは永遠に続くんですね。これがまあ潜在意識のすごい恐ろしさのところで、時間をどんなにかけても解決しないことなんですよ。そのプログラムをずっと覚えているので。なので、このプログラムを外すというワークが NLP の中にありまして、彼女もこの人に、怒られる、何か言われる、文句を言われる、何人かでこう向かってこられるみたいな映像と、その体感覚がずっとセットで入っているので、何かをやろうとするとその映像がパッと思い浮かべて、怖くて手を出せなくなってしまうみたいなことがあるんですね。でそれをまあ今回のワークで外したことによって、その体の感覚がないっていうことは、もう少し軽やかに何かに挑戦できるっていうところは解決しました。でこういうのは結構みんなあると思うので、まあ、そういうのを外すワークはいくらでもあるんですが、これの一番も、何が問題かというと、私もそういうふうに今まで気づいてきたことなんですけれども、やはりどうしてそうなってしまったのかと、そこを探究しないからなんですね。不動球の場合って結構そこを探究していくっていうのもあるし、不動球と柔軟球のいいところを組み合わせていくと、探究して、そしてそこを調整していくというような考え方があるので、どうしてこうなってしまったんだろう、私のどこが問題が起きたんだろう、相手は何、この私の何に腹を立てたんだろうっていうふうなことを探求しに行かないと、原因と結果が見えない、要はフィードバックがもらえないんですよ。なんか例えばそれをさっき言ったように、頼まれたからやったっていう、ここに自分の意思がなくて、頼まれたからやったのに、なんかみんながやりたくないっていうから引き受けたのに、善意で引き受けたのに、さらに文句まで言われたみたいな、
かります？これ両方受け身なんですよ。だからやったことに対して自分の自己責任がないのでフィードバックを受け取れないんですね。からこういう時は例えば嫌なね PTA とかみんなあると思うんですよね。そういう役割みたいなものを、そういうものを引き受ける時っていうのは、いやいや引き受けたとしても、引き受けた以上は自分の意思で引き受けたというところを認識しないと、みんなが断ったので引き受けたっていう、要は人のせいになってしまうと、このフィードバックを受け取れなくなってしまうんですね。ですから自分が最終的に選択したということをきちんと、受け取って、なのでその中の最善を尽くしてこれをしました、それに対して反応がありました、これフィードバックですね。そう、私はこう思って発言しましたっていうのがあれば、このフィードバックを受け取れて、何が間違えてたのか、いや私は間違えてなくて相手が何か誤解したのか、こういうふうに受け取れます。ですが自分が、そこに対して自分からの意識、なんていうのかな、自分にこのハンドルを持ってない限りは永遠にこのフィードバックを受け取れないので、よくわからないけどあの人に怒られた、なんでかわからないけど怒られた、イコール私は理由がわからずあの人に責められた、そして私は、こういうところに出るとどうもうまくいかない、そして私はどうやら人に嫌われるらしいという、すっごい中途半端なビリーフができるんですよ。でビリーフっていう思い込みの一番危ないところは、漠然としてるってことなんです。漠然とした不安、漠然とした恐怖、漠然として嫌われてる、わかります？誰に嫌われたとかがはっきりわかるんですよ。誰にあなたのここが嫌いって言われたんだろう、わかるんですよ、はっきり。だけどなんとなく嫌われてる気がするとか、なんとなくこういうことをやると怒られる気がするっていう、このなんとなくということが一番ビリーフとして自分の人生をすごく制限してしまうんですね。ですからこうならないためには、自分が引き受けるときになんとなく引き受けないということなんです。やるならやるで、やるというふうに引き受けるし、嫌なら嫌ってノーというふうにする、ここがまずすごく重要だなというふうに思いました。柔軟球の人はどうしてもそこが、決めたり断ったりということが苦手なので、じゃあ誰もいないならやってもいいですけど、てんてんてん、でも私上手にできないので誰かフォローしてください、てんてんてん、そして私はあの自分の意思でやりたいわけではないので私のことは責めないでください、てんてんてん、みたいな感じですんごい隙間とかがあるんですよ、わかります？この隙だらけなんですね。そうするともうなんだろう、隙だらけなのでそこって固まっていかないから、いっぱい穴があるし、いっぱいなんだろう、こう責められる点もあるし、誰かが介入してきてしまう点もあるので、ここだけ引き受けますっていう風にして意図的に引き受けるとか、引き受けた以上はこれを私がやっていきますとか、そういう風にしてなんだろうな、こう自分のこう範囲を決めていくっていうことをしてください。なのでこの無意識で生きないっていうのは、意識的に生きるという風にすると、自分は例えば誰もやる人がいないで引き受けるっていうことを決めたというふうになるわけですよ。それは自分の善意ですよね。とか、無駄な時間を、過ごしたくないので、じゃあいいです、私やりますよっていうことで決めたっていうことであれば、そこで意識的に私が決めたっていうことを受け取ってください。そしてその後は決めた以上は自分から何かをするということを意図的にやってください。そして私はこれがいいと思いますけどいかがですかっていうふうに意図的にやっていけば、反対意見を聞き入れることもあるんですね。でもこう思いますけどいかがですかっていうふうに、要は意見をテーブルの上に並べた後に反対意見があった時っていうのは、この意見に対してのフィードバックであり、私に対してのフィードバックではないんです。ですからそれが、いやこれは違うと思いますよ、これはそうじゃない方がいいますよって、仮に反対意見がたくさんあったとしても、これは意見に対してであって私にではないですね。これを私に対してのフィードバックと受け取ってしまうから、嫌われた、なんか認められてない、受け入れられてないっていうふうにして思ってしまうわけです。なのでこの無意識で、この中、なんて言ったらいいのかな、抽象的なものっていうのに対して、非常にこのビリーフっていうのが働きやすくなるので、できるだけ意識的に、できるだけ具体的に、そして、言葉に対してのフィードバックなのか、行動に対してのフィードバックなのか、環境に対してのフィードバックなのかをはっきり受け取る。私に対してじゃないはずです。なので、ここは私の否定ではないということをまたしっかり考えてください。ちょっと難しい内容かもしれませんけれども、参考になったら嬉しいです。今後の、はい、ありがとうございました。